M ブログ、MB サポートビデオブログ、ロッキーバルボア、リミテッドコレクターズエディションアニメーテッドフィギュアを故障してます。こんにちは、元 MB サポートの管理人です。本日の M ブログは、私が初めて YouTube に投稿したビデオ、ロッキーバルボア、リミテッドコレクターズエディションアニメーテッドフィギュアです。神奈川県の雑貨屋さんか何かで購入していただいた品です。私はお店に行ったことがなく、購入者はロッキーに全く興味がないそうです。MB サポートの管理人にあげれば喜ぶのではと考えたようです。で、私はハーマイオニーの杖を送りました。まずは2007年3月16日に初めて YouTube にアップロードしたビデオを見ましょう。画質が荒いですよね。解像度2倍にしてもこのサイズです。購入時点で左腕が動いていません。今気がつきました。2007年当時、オリンパスデジタルカメラ C-730 ウルトラズームで撮影したビデオです。動画サイズは 320×240 しかありません。フレームレートは 15fps、320万画素です。どうしてもフル HD で残したいと思い、もう一度ビデオを作る次第です。そもそもロッキーバルボアとは何ぞやと、少しおさらいしましょう。一作目は1976年、ジョン・G・アビルドセン監督、1977年のアカデミー賞受賞作品となります。物語は1975年、うだつの上がらない賞金稼ぎボクサー、ロッキー・バルボアが世界ヘビー級チャンピオン、アポロ・グリードと対戦するチャンスを得ます。まあ、主人公がアメリカンドリームをつかむ感動作品ですが、ロッキー・バルボアのパンツの色から、この人形は一作目を参考にしているとわかります。1979年にシルベスター・スタローン監督により、続編のロッキー2が公開されます。一作目で戦ったアポログリードと再戦します。日本での配給収入こそ下がりましたが、人間味あふれるドラマは変わりありません。そして1982年、シルベスター・サロン監督により、ロッキー3が公開され、3部作の完結編となりました。日本での配給収入は1作目を超える人気作品でした。そして1985年、完結したはずなのに、シルベスター・サロン監督により、ロッキー4が公開されます。15ラウンド殴られ殴りまくる不思議な映画になりました。対戦相手のイワン・ドラゴを演じるドルフ・ラングレンさんは、ランボー2のソ連人役のオーディションでスタローン監督の目に留まって今回抜擢されたとパンフレットにあります。日本での配給収入は過去最高のヒット作となります。5年後の1990年、再び一作目のジョン・G・アビルドセン監督により、ロッキー5が公開されました。ロッキーがリング上で戦うことはなく、かつてのアポロのようにボクサーを育てる側に立ち、世代交代を感じさせる物語となっています。私が劇場で見たのは5作目までで、16年後の2006年にシルベスター・スタローン監督により、ロッキー・バルボアという続編が公開されています。この人形が発売されたのが2002年頃だと思われ、映画ではロッキー5と6作目のロッキー・ザ・ファイナルの間に発売されたことになります。単三電池4本が必要です。同梱していません。AA バッテリーズで単三電池、AAA バッテリーズで単四電池です。箱絵はロッキー4、炎の友情っぽいです。パンチ、ジャブ、アッパーカット、回転して動く、ロッキーのオリジナル映画からの20以上のオーディオクリップと2つのロッキーテーマソングを収録とあります。ポップカルチャーシリーズの一つの商品のようです。これが裏面です。フィーチャーズシンクロモーションはアニメーションの最先端技術で、特別に設計された電子部品を使用して口の動きや言葉やフレーズに同期させ、物を魔法のように生き生きとさせます。まあ壊れてるから今回これを分解します。シルベスター・スタローンはほとんど知られていないボクサーが、モハメド・アリと最後の15ラウンドを戦うのを見た後、ロッキー・バルボアのキャラクターを作成しました。1976年、フィラデルフィアのタフなストリートファイター、ロッキー・バルボアの物語は、アメリカの映画ファンを驚かせました。
映画ロッキーは圧倒的な興行収入を上げ、オスカーの最優秀作品賞、最優秀監督賞、最優秀編集賞を獲得しました。ロッキーは非常に人気があったため、最初の映画に続いて4つの続編が作成されました。やはり5作目の後に作られた商品ですね。このロッキーバルバーコレクションは、リアルな動きと劇中の20以上のオリジナルオーディオフレーズが特徴です。さらに映画の主題歌、Gonna Fly Now と Eye of the Tiger のアップデートバージョンが、ロッキーの名言の間に流れます。ロッキーのキャラクターは、愛情深く、しかし粘り強く、断固たる弱者の象徴であり、夢のために戦うアメリカンスピリットの象徴です。最初のロッキー映画からの言葉が含まれています。内蔵されたスピーカーがこれらのセリフを再生します。Water、試合中水を要求してるのかな。Yo, Polly、エイドリアンの兄ですね。調子はどう？今週の亀の餌はどうですか？エイドリアンはペットショップに勤務していて、ロッキーが亀の餌を買いに来るシーンでのセリフです。ちなみに2014年にペットショップは取り壊されたようです。その他いろいろ映画を見て確認してください。ロッキー4でリビングインアメリカを披露したジェームズ・ブラウンさんも作られていますね。炭酸電池4本をセットする図。使い方とバッテリーに関する説明があります。別売りの 6V アダプターでも使用可能とあります。あと充電式電池は使用しないでくださいとあります。エネループはダメなのかな？ジェミー・インダストリーズ。アメリカのメーカーのようです。アイテムナンバーは39246。この情報必要かな？底面に安全上の警告が印刷されています。この商品は大人向けであるとしっかり記載されています。それでは開墾します。2007年にもらったのですが、あの時はこんな風に撮影できませんでした。三脚すら持っていませんでしたから。本体が動かないようにプラスチックで固定されています。最近ブックオフにはまっちゃって、近場のブックオフでは飽き足らず、昨日は15キロも歩いてしまいました。まあ110円の本しか買わないんですけどね。首を失礼しまして、本体を取り出しましょう。かっこいいですね。顔が大きいですが、カリカチュアというわけではなさそうです。土台のリングのサイズは約19cm×19cm。パンチを繰り出す体勢なのかな？首が太いですね。背中の筋肉もすごいです。リングに AC アダプターを接続する端子があります。高さは44cm です。私はロッキー、ランボー、コブラなどが好きなので、いただいた時とても嬉しかったです。リングの底部に電池ボックスがあります。蓋はネジで固定されているので、プラスドライバーが必要です。蓋を閉めたら、ネジを閉めます。子供が勝手に電池を取り出して飲み込まないためにです。リングの前面、側面にロッキーとあります。リングの上にボタンが一つあります。このボタンを押すとシステムが作動します。ロッキーの足元にはスピーカーが内蔵されています。ここから音楽やボイスが出力されます。外観はこんな感じ。上部からも撮影しておきましょう。それでは動作させましょう。そうなのです。壊れているのです。なんせ20年前の製品ですからね。外観だけ記録できただけでも満足ですが、分解してみましょう。ネットで検索しましたが、分解方法が見つかりません。とりあえず構造上頭を先に抜かないとダメみたいです。頭部は接着されているので、マイナスドライバーなどを突っ込み、接着を剥がします。ちなみに私は分解は苦手なので真似しないでください。そうするとこんな風に頭部が動きます。しかし頭部を引き抜くには、どうしても下唇と顎のパーツを手前に引き抜く必要があります。単純にはめ込まれているだけなら簡単に抜けるのですが、接着されているので抜けません。結局、顎を折ってしまいました。何かうまい取り方を知っている方は、コメントで教えてください。赤マラの細い部分の接着が剥がれていれば、頭部が抜けるはずです。顎を上下させるシステムですが、この仕組みがわかると、左腕が動く仕組みもわかります。
背面に4つのネジがあります。ネジを外して開けるとこんな感じです。これは顎、つまり口を動かすモーターです。おそらくホームセンターやネット通販で入手できると思われます。この羽が首を動かしています。しかし胴体は開けたいのですが、ボクシングパンツをまくったらネジが2本ありました。ごめんロッキー。パンツも胴体に接着されていましたが、経年劣化ですぐに外れました。しかし胴体は外れないので途方に暮れました。とりあえずヒントを探すためにテープのネジを4本外しました。リングから足を外す場合はこの4本のネジを外します。この鉄の棒で足とリングを支えています。これは接着されていないので足を揺すると簡単に抜けました。片足につき2本のケーブルが通っているので余裕を作るために基板の2本のネジを外しました。ハンダゴテで外すのも面倒なので、やっぱり僕は途方に暮れる。リングとロッキーを分解できましたが、あ、コードは繋がっていますが胴体を分解することができず悩みました。鉄の棒をくるんでいた樹脂は割れました。しかし元に戻すときボンドで接着すればいいでしょう。頭はここにあります。ロッキーごめん。パンツをさらに脱がせると足の表面にゴム製の皮膚があり、これがシューズまでつながっています。20年も経過していますがゴムをめくっても破れませんでした。すると太ももの前後にタッカーが見えました。これを外すのが至難の業で、ペンチで隙間を広げるように何度も引っ張り上げました。これくらい隙間ができればマイナスドライバーでこじ開けられます。しかしここまで隙間を広げるのが大変で、これを4箇所作業する必要があります。これは元に戻すときに必要なので大切に保管します。太ももに1本ネジがあります。これが胴体を固定しているわけではありませんが、締め付けを緩めるために外します。タッカーを4本外したことで胴体と足を分離できました。接着されていましたが経年劣化ですぐに外せました。ようやく胴体の中にアクセスできました。まず仕組みを理解しましょう。モーターは全部で3個ですね。右腕用、左腕用、首用。まずは左腕の動く仕組みを調べましょう。この白い紐が気になります。モーターを固定している2本のネジを外します。モーターが外れました。作動するか確認します。動いていますね。モーターは問題ありません。左腕は顎と同じ仕組みで、モーターの先端に胴体の中に転がっていた白い部品をつけます。その際左腕につながった白い紐を通します。こんな感じです。モーターが回ると白い紐が巻かれて左腕が上がります。ただし経年劣化で白い部分が割れていてモーターが空回りしています。瞬間接着剤やグルーガンで固定しましたが、いつまで持つかわかりません。新品の白い部品が入手できればいいのですが、その術を知りません。今回は撮影のため1回でも動いてくれればよしとします。モーターをネジ2本で固定しました。動作を確認します。動きましたね。大丈夫だと思います。続いて右腕が動く仕組みを考えます。このボックスにモーターが組み込まれていて、交換するには2本のネジを外します。ただ左腕の動作確認中、モーターが作動しているのを確認済みです。であるならば右腕を動かすためにモーターの先端にギアがつくはずです。胴体の中に転がっていた部品が2つあり、モーターにつくのは赤矢印のギアかと思われます。しかし真っ二つに割れています。応急処置として100均の瞬間接着剤でくっつけました。丸穴のギアはネット通販でも入手できますが、四角穴のギアは見つかりませんでした。接着したプラスチックのギアをモーターにはめ込みました。モーターの回転に割れたギアが耐えられるのか。そしたら右腕の付け根の赤丸に赤矢印のギアを取り付けます。
こちらは破損していません。腕は外から見えるネジで止まっているので、ネジを外せば前後に開きます。前後のパーツでギアを挟み込む感じで固定します。うまくできました。ここは負荷がかかるので接着したギアが心配です。半円形のギアが抜けないように右腕のネジを締めます。いい感じです。この状態で電池を入れ動作テストしました。その結果、やはりギアが割れてしまいました。再び瞬間接着剤でくっつけて、ミシン用の糸できつく縛り、さらにグルーガンで固めました。1日乾燥させたせいか、なんとか動いてくれました。次は首の可動部を確認します。羽を引っこ抜きます。引っこ抜きました。さらにネジ2本を外しました。蓋を開けるとギアが5つ入っていました。赤矢印のギアを芯から抜くとこうなりました。赤矢印のギアがモーターに付けられています。これを逆から引き抜きます。首も作動しなかったのでモーターを確認します。ギアが回転していますね。首が作動しなかった理由は、ギアが滑って空回りしているのかもしれません。赤矢印を接着しました。乾いたら元に戻しました。もらった時から動かなかった顎も直します。赤矢印がモーターで、回転すると白い部品に留められた白い糸が巻き上げられ、口が動く仕組みです。分解した時このままだったので、左腕の仕組みが同じだと分かりました。これが形を成していなければ、私には左腕の仕組みが分からなかったと思います。白い部品が経年劣化で割れているので、瞬間接着剤で応急処置しました。割れているのが分かりますよね。それでは首と顎の動作テストをします。どちらも正常に動作しますね。元に戻す前に手探りで分解したことで、ネジ穴を舐めてしまいました。赤丸の2つのネジ穴です。10年前にあれを直すために購入したパテを使います。パテをしっかり充填してネジを締めて1日放置します。あとは元に戻す作業です。パテで充填したのでネジがしっかり締められました。胴体の足の固定はどうしてもタッカーが必要です。ネジ止めなら楽なのに、また分解することを想定して片足につき1本だけカッターを元に戻しました。下ろしていたゴム製の足の肌を上げて、ボクシングトランクスもしっかり履かせます。頭を本体にかぶせてから顎、口をくっつけます。分解するときに折ってしまったのでグルーガンで接着します。次に分解するときも強引に外すしかありませんね。頭は首で接着されていましたが、分解するのが大変なのでただかぶせるだけにしてあります。こうしてなんとか組み立てることができました。割れたプラスチックのギアは接着なので長くは持ちません。一回だけでも動いている状態を撮影できれば幸いです。それでは動作を確認しましょう。ギアが割れた右腕が動いていますね。左腕も動いています。首は接着していないので滑っていますね。あ、左腕が壊れました。 I have the tiger ドゥドゥドゥ。失礼いたしました。2日間かけて直したのでちょっとこう興奮してしまって、やはり左腕の動きが激しいので接着では強度が足りないのでしょうね。首は接着すればもっと動くと思います。いずれにしても接着頼みだと分解するのが大変なので困ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。 MB サポートでした。バイバイ。いつかもう一度分解してきちんと直してあげたいな。 I was the tiger。 MB サポートの管理、あ、違う。
MB サポートの、MB サポートの管理人、あ、MB サポートの元管理人でした。バイバイ。